写真拡大。阪神8の0 DNA 20日京セラドーム大阪。片手一本のフォロースルーから放たれた8球は左翼席中段に届いた。先制中押しに続き DNA の息の根を止めた11号ツーラン。打った瞬間それとわかる特大弾に阪神マルテは静かに吠えゆっくりとダイヤモンドを一周した。5点リードで迎えた7回西一塁4番手葛西が投じた1ボールからの2球目高めに浮いたカットボールを見逃さなかった。7日のヤクルト戦以来11試合ぶりの一発。4番としての初アーチにみんなで勝ちを得た試合だと思うと静かに笑った。初回には左翼戦を破る二塁打でチャンスメイクした。18日の巨人戦で6回左胸付近の違和感を訴えて途中交代。10日の広島戦から9戦連続4番で出場。言葉にも主砲としての自覚がにじんだ。この日は女性ファンに向けたイベントタラコデイ。ピンク色のテーピングを左手首に巻いて出場した。自分としても2打点は大きかったしチームも勝ててよかったよ。19日にはソラーテが抹消され再び助っ人ラッシュは1人になった。求められるのは勝利を呼ぶ一打だ。残り29試合、4番が逆襲のキーマンになる。